ついに始まる仮面一次試験。僕たちはヒーローコスチュームに着替え、試験内容の説明会へ向かった。仮面一次試験の通過条件というのがこれです。受験者はこのターゲットを3つ、体の好きな場所、ただし常にさらされている場所に取り付けてください。ターゲットにボールが3つ当たった時点でその受験生は脱落、3つ目のターゲットに当てた人が倒したこととします。2人倒した者から勝ち抜けです。通過は先着100名のみ、101人目からは不合格とします。ルールは以上。それでは仮面一次試験を始めます。4321スタート。地震、いや誰かの個性で地面が割れた。まずい、早くみんなと誰かと合流しなくちゃ。一人でいたらやられる。互いを生かす連携や戦況判断の年季が違う。全国の強い人たち、なんでだろう。ちょっとドキドキしてきた。当たった。ダメですよ、ぼーっとしてたら。でもピンチなのに笑ってるなんて変なの。目の前から突然現れた。ファイナルラウンド、レディークラッシュ。この場所、止血高校の余裕があってかっこいいね。よっと。女、ボールで殴ればいいじゃん。よく喋ります。友情で話してる場合じゃないのに。させない。もちろん。こっから。おお、メン、オーケーオーケー。休みなく蹴る。今すぐ行くっしょ。やってやるぞ。僕の形を、これまでの成果をずっと激しく。味気なくない。よいしょ。マジ2だ。続いてこれが最初。持っていく。やっぱマジ最悪。ウィン。いいぞ、こっち掴んできてる。エクセレント。ニューストーリー。またいない。幽霊が早めに脱落する可能性を考えて会いに来たの。せっかくの交流チャンスだし、あなたたちのこともっと知りたくて。危ない。消える個性だと思ってる？私はただ隠れてただけよ。これは技術。相手の目と耳から私の存在をそらすのよ。止血ではそんなことも習得できるんですか？その瞬間、息を止めて何も考えず、潜む、紛れるの。何も考えずが難関よ。コツは訓練を訓練と思わないこと。危な。最悪だ。誰とも合流できず、大勢に囲われてる。さっき考えてた最悪を実現してしまった。大丈夫？こっちに早く。この声はウロロカさん。